手術当日の流れについてご説明いたしますこのような8項目がありますがまず帰宅後出血があれば清潔なガーゼで数分間圧迫してくださいガーゼは 1cm 四方くらいで硬めに丸めてしっかり噛み合うようにおいてくださいまた痛みや腫れが 伴うことがありますので適度に冷やした方がいいですがあまり冷やしすぎると血行障害になり傷の治りが悪くなることがありますのでご注意ください投薬された薬は医師の指示通りに服用してください、まあ、基本的に抗生剤は、えー、必ず、えー、この抗生剤であれば1日1回3日間、えー、特別 症状の変化がなくても飲み続けると。鎮痛剤は基本的に痛いときもしくは先制鎮痛といってですね必ず食後に1回ずつ飲むとかっていうような形で医師から指示がありますので指示通りお飲みください。